サムエル・アダメスは、ドミニカ共和国、アスア州出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント。2014年に、アマチュア FA として、カンザスシティロイヤルズと契約。ルーキー級のドミニカンサマーリーグで2年間プレーし、22試合に、登板、3勝2敗1セーブ、防御率3.56という成績で、基本塁打を1本も許さなかった。 2016年4月18日に、読売ジャイアンツが育成契約での獲得を発表した。背番号は02号。2016年は2軍での登板はなかった。2017年は開幕を2軍で迎えると、3月19日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、先発として6回を投げ、4安打3三振無失点の高頭でに、軍発勝利を挙げた。この年は、 イースタンリーグ26試合に登板し、4勝4敗、防御率3.16の成績を残した。2018年は2軍で主にクローザーとして起用され、6月15日まで二十9試合登板、1勝1敗、防御率2.18、リーグトップとなる11セーブを記録。6月16日に支配下選手登録された。背番号は92。 即日一軍登録され、24日の東京をヤクルトスワローズ戦でデビュー。一軍では、中継ぎを抑えとして28試合に登板し、0勝2敗4セーブ3ホールドを挙げた。2019年は、外国人枠の関係もあり、前年より登板数が減少し、また、防御率も6点台に悪化した。十月一日、球団から来シーズンの契約を結ばないことを、 通告された。10月28日に2019、WBSC プレミア12のドミニカ共和国代表に選出された。2020年2月20日に北米独立リーグフロンティアリーグのケベックキャピタルズと契約したが、新型コロナウイルスの感染拡大によりこの年のリーグが開催されなかったため、公式戦に出場することなく退団した。 2021年1月8日にメキシカンリーグのドゥランゴジェネラルズと契約した。6試合に登板したが、0勝2敗、防御率24.92位の成績に終わり、6月1日に放出された。193センチの長身から、スリークォーターで最速157キロの速球とツーシーム、スライダー、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。